世の中に、なりわいというものは数々ございます。都を清水の正門から眺め回せば、ずらりと並んだ蔵の白壁に朝日が生えて、夏でも雪景色の明け方かと思うほどに真っ白。こんな豊かな今のご時世、うら寂しい松風なんぞ吹くはずもなく、鶴は雲の上で遊んでおります。これでもかというほど開発されて、9万8000件とも言える家の数。というのは信長の時代。 今は土手の竹やぶすら楽中と呼ばれるにぎわいっぷり。それぞれの家にそれぞれのなりわいがあり、朝な夕な炊事の煙が昇っております。家が千元あれば、互いに売り返して生活が成り立つと申します。ここ、京の都では何をしてでも生活ができております。五条の橋の弁慶が持っております七つ道具を説明するための紙のぼり。これを年中書いている人がいる。子供のことを思いながらの帰り道。 缶の虫を指先から掘り出して差し上げましょう。と手を振ってくる者もいる。カンナを持ってまな板を削って歩く者もいる。これはまな板の代償にかかわらず3問だ。念仏工の道具を貸す者もある。仏前の香炉と花瓶と食材にお輪を添えて一晩12問。お産をするときに寄りかかる台に大きな枕を揃えて7日間で7部。餅つき用のせいろが昼なら3部、夜なら2部。薬鍋の貸し出しは7日間で10問だ。 大溝を掃除するなら熊で竹ぼうきちりとりまで揃えて持ってきてくれる。一軒につき一門木ばさみを担いできてはどんな立ち木でも、剪定なら一本五分。継木は一枝一部ずつ。ちょいとした大工作業は六分。行水の湯を沸かして持ってくる仕事。一回分が六門何でも商売になるもんで、じっとしておらず手足を動かしさえすれば、人並みに生活ができるのが今日の都というところ。ここに、 新町通り市場を下るところに、講師作りの玄関に三つつたののれんをかけてのんびりと暮らしているものがございます。長崎連九郎という、遊郭で遊ぶための金を人から借りては人に貸すというなりわいの男です。今で言えば悪徳闇金といったところ。 この男、年の初めから年寄りを見つけては、若くなりましたなぁ、などと嘘をつぎ染め、大晦日まで一言も本当のことを言うことがありません。下先三寸で世の中を渡っていく男なのですが、金がなくて困った時にはまあ役に立つ。ということで、大きな屋敷でのんびりと暮らしているわけでございます。さて、室町三条のあたりに、これまた立派な大棚の若旦那、遊郭での呼び名は笹六、という人がございます。 若気の至りとはいえ、この7年、遊郭で遊びに遊び、隠居から相続した財産もほとんど使い果たしてしまいました。金がなくなったからといって、急に辞めることができないのが遊郭遊びの恐ろしさ。どうにかお金の都合をつけようと、つてをたどって長崎伝苦郎を頼ることとなりました。 隠居している親父さんが亡くなれば、その遺産と香典で借りたお金を2倍にして返すという契約で、金1000両を都合してもらうことに相なりました。とはいえ、貸しても水凶で貸すわけではありません。借り主の笹六の年齢や隠居の様子を見にやって参ります。笹六は、 遊び人だけあってなかなかの美男ですが、髪の言い方や着物の着こなしをかなり見苦しい感じにして、今年26歳なのに31歳だとサバを読みます。かしてはそんなササロクをじっくりと観察し、えー、若旦那のお年はいくつかはわかりませんが、それでもご隠居はまだ50歳前後でございましょう。おいさんだの言うお年ではありますまい。ああ、いやいや、私は父が年をとって、 からのの子でででございいますす父はもう70に近いんですよほう、あそこの縁側におられるのがご隠居だとお見受けしますが、あのお話し方から拝見すれば、まだまだ心配のいらないご様子。まだ10年、いや15年はお達者でおられるようですが、これではお金の方はちょっとお貸しすることは。いや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 、それはお見立て違いというもの。えー、父は持病のめまい持ちで、 あの、肉好きは、中風の、え、下地なんですよ。うん。長く見積もって5年か、いや3年。それで死ななければ、まあ、殺すことだって考えておりますから、まあ、とにかく貸してくださいよ。笹六は、お金が借りたい一心で無茶苦茶なことまで言っております。そこに、笹六を遊郭に連れて行きたい奉還たちが寄ってたかって、私たちが拝見していても、ご隠居さんはもう長くないですな。 私たちがこうして集まっておりますのも、いつご隠居のお弔いになるかということばかり心配で集まっておるんですから、などと口々に言うので、貸しても押し切れられる形で契約を結ぶこととなりました。そもそも、親が死んだら遺産で倍額返すという死に一倍という仕組み、 金を1000両借りたとしたら、親が亡くなれば3日以内に2000両にして返すというもの。契約書には最初から2000両貸したと書かれ、その中から手数料を引いて、賞味は800両。そこから仲介の長崎屋が100両を取り、さらに礼金20両。貸し借りの商人2人にそれぞれ200両、その他諸経費さっぴかれ、結局、笹六の手に渡るのは465両という塩梅 それでも金を手にした笹六を、取り巻きの宝冠たちが、いやーめでったい、お大臣のご出立と、早速市場の遊郭に担ぎ込みます。遊郭では、すずりと紙を持ってこさせ、今までの付けの代金やお花代を気前よく払い、ついでに数年前にあったんだがなかったんだがよくわからないことの代金まで、よってたかってむしり取られあわれ、笹六。手元に残ったお金は一両三分。 若旦那は良い調子で酔っ払っておりますが、酔ってる隙にと一人去り、二人去り、閉店の声に若旦那を抱えて店を出るのは若旦那の世話役ただ一人でありました。さて、若旦那、親父さんが元気なことを嘆く毎日となります。大海の国の多賀大明神にお参りしては、親の命の短いことを祈りますが、これは聞いてくれるはずがありません。多賀大明神といえば、長寿祈願の神様ですから。 それでも懲りない若旦那はもう神や仏を拝み倒します。とにかくご隠居に早く死んでほしいばかりの親不幸ぶり。どうか7日以内に親父が死にますようになどと祈って祈って祈り倒しておりますと、親父さんがめまいを起こして倒れたという知らせが入ってまいります。お棚の人たちがみんな心配して駆けつける中、笹六竹は大喜びで前からこっそり隠しておいた毒薬を取り出し、 ここによく効く気付け薬がありますからと、左右を持ってこさせます。よく効くとは言ったものの、本当に効くのか少し不安になった笹六親父さんに飲ませる前に、効き目を確かめてみようと、ちょいと毒味。あっという間に死んでしまいました。 周りの者たちは驚いて口を開けさせようとしますが、歯を食いしばり、目はカッと見開き、髪の毛は縮み上がり、体は5倍ほどに膨れ上がって、親不幸の報いとはこのこと、生き返ることは到底ありません。人々は突然の出来事に不思議があるしかできません。その後、親父さんは息を吹き返し、 息子がなぜ亡くなったのかもわからぬまま嘆いておりましたが、さてさて、欲に目のくらんだ彼の貸し手の皆様には思い当たる節があるのではございませんか